小松ジャンゴ。ここだ。何？何なの？もう人間が使っていない劇場、僕たちのアジトさ。どうし、どうし、喜んでくれ。どうした？シメユリコ！見てくれ、猫だ。おお、これが猫か。初めて見た。これで長年の我々の夢が叶うぞ。そうだな。なんだったら。何が何だかさっぱりわからないんだけど、でもパブ山の手下じゃないわよね。あんな金持ちいのと一緒にしないでくれ。僕たちはもっと志のある人だ。助けてくれたわけよね。もちろん。だって僕たち猫解放軍だからね。猫解放軍。この町では犬勢力が強すぎる。だから不当な扱いを受けてる猫を解放するんだ。ああ、だから助けてくれたんだ。あ、申し遅れました。僕は柴犬坂柴犬彦、種類はあったけ。僕はドーベルマンガンパドーベルマン太郎、種類は柴犬。ああ、やっぱりややこしい。私みーちゃん、よろしくね。僕たちに出会ったからには安心して。安心して。安心する。安心して。安心して。安心する。安心して。ちょっと待って。なんだい、どうしてくれるの？え、何を？私を解放してくれるんでしょ？ええ、その所存です。じゃあ何かしてよ。何か？なんだろう。猫解放軍、最初の困難だぞ。解放軍だったら、パグ山を懲らしめるとかしたら？そりゃ無理だ。睨まれたら厄介だし。たまにワンチュールの容器ポイ捨てしてくれるし。すぐに依頼に行くよな。行く行く。じゃあ、私は隣の町まで連れてってよ。遠いんだよな。もうきっとパグ山たちが町を探し回ってるよ。出くわしたらやだな。まあ、尻尾振ってこめれば大丈夫かな。猫連れててもか？じゃあ、猫置いていく？そうだね。ちょっと待って、何しに行くのよ。隣の町まで行くのさ。君が行けって言ったんだろ。私を連れて行ってほしいの。どうする？思った以上に厄介だぞ。猫ってどうしてこうわがままなんだろう。猫、俺嫌い。あんたたち、なんで猫解放軍やってんのよ。だってここは猫のいない町だよ。俺猫なんて実在しないと思ってたし。いない動物なら何もしなくていいし。解放軍かっこいいし。楽そうだもんな。何それ。学校の先生がなんか部活やった方がいいって言うし、体育会きつそうだし、文化会話し合わなそうだし、作ったんだよな。じゃあ猫解放軍部。そうそう、内申書に響くからね。そんなふざけた部で内申書が良くなるわけないじゃない。猫もういいや。今度はドラゴン解放軍にしようぜ。絶対はないし。何よあんたたち。どうぞ。え、どうぞ。え、どうぞお帰りください。犬最低。猫、ドーベルマン太郎のこと最低って言ったよね。あれは柴犬彦のことだろ。僕に最低の要素ないでしょう。いや、僕が最低なわけないだろ。なんだよお前。猫。あ、ドラえもん。お、ドラえもん、すっきゃわ。そう、ドラえもんは何型ロボットでしょう。タヌキ、絶対タヌキ。いや、あれ猫ですよ。いや、赤いキツネと青いタヌキやろ。おかしな納得の仕方してるけど、説得力があるから言い返せない。猫猫猫猫、結局何の用なんな。猫探しに来たって言ってるのに。ごめんごめん、おそらってしもて。ああ、いや、変な人と喋っとったからあと夢やったけど。これか、またえらいこうたな。タカシ、チエ。小松ジャンゴ。